フィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホは、オランダのエンジニア。画家フィンセント・ファン・ゴッホの弟、テオの長男。ゴッホ美術館の設立に尽力し、ゴッホの手紙の編纂、出版も行った。母ように抱かれるフィンセント・ウィレム、花咲くアーモンドの木の枝ゴッホが、フィンセント・ウィレムの誕生を祝って、弟テオに送ったもの。1890年、パリで、歌唱会社ブッソ。 バラドに紹介に努める父テオと母ヨハンナ・ファンゴ・ホボンギルの間に長男として生まれた。テオは長男が生まれると当時3レミの精神病院に入院していた兄、フィンセントに手紙で知らせ、名前を兄のフルネームであるフィンセント・ウィレムにしようと思うと伝えた。フィンセントはテオに切符を受け取って言葉で表せないほど嬉しいという手紙を送っている。そして、 おいのために、花咲くアーモンドの木の枝を描いた。この年の5月、フィンセントは、サンレミの精神病院を退院し、パリを訪れて、絵を送り、近郊の村オーシュルワーズに向かった。テオ一家がパリからオーベルを訪れる交流もあった。ものの、フィンセントは7月29日に自殺した。1891年1月25日、1歳の誕生日を迎える、わずか6日前に、 父テオが病死。母ヨウは幼いフィンセント・ウィレムと義兄の遺作、約200点を抱えてオランダに移り、その年の春からアムステルダム近郊の村、バッセムに住み始めた。1901年、ヨウが画家、ヨハン・コーヘーン・ホッス・ハルクと再婚し、一家は1903年にアムステルダムに移った。1907年、デリフト工科大学に入学して、 機械工学を学び、1914年、卒業した。その後、フランス、アメリカ合衆国、日本などでエンジニアとして働いた。1920年初頭、オランダに戻り、学生時代からの友人、エルネスト・ハイジャモンズと共に、オランダで、初めての経営コンサルタント会社を設立した。名前が、同じ画家ゴッホとの混同を避けるため、おいであるフィンセント・ウィレムのことを、 エンジニアと呼んで区別することがある。1925年、母ヨウが亡くなり、フィンセントの絵、素描、手紙などを相続した。彼女は、フィンセントの絵画作品だけでなく、その手紙を世に広めることを志し、1914年に、テオ宛の書館集を発行していたが、フィンセント・ウィレムはその使命も引き継いだ。1932年、テオからゴッホに宛てた手紙をまとめた。 書簡集を出版した。さらに、第二次世界大戦後、手を当ての書簡だけでなく、エミール・ベルナール、アントン・ファン・ラッパルトなど、その他の人物との手紙のやりとりもまとめた完全版、書簡集の出版を計画し、ゴッホ生誕100年に合わせて、1952年から1954年までの間に、オランダで全4巻の書簡集を出版した。1962年、 オランダ政府の承認を得て、フィンセントのコレクションをゴッホ財団に移転した。その際、政府は美術館を建設し、コレクションを一般に公開することを引き受けた。それ以降、フィンセント・ウィレムは美術館の計画、建設に尽力し、1973年6月3日、アムステルダムにゴッホ美術館が開館した。1977年には、 ゴッホの手紙のファクシミリ版を出版した。母用によるフィンセント・ファン・ゴッホの思い出が分け、出版されている。最初の妻・女子ナ・ビーバウとの間には、三男一女を設けた。長男・テオドールは、対戦末期の1945年3月8日、ナチス・ドイツに対するレジスタンス行為を理由に逮捕、処刑された。次男・ヨハンは、映画監督、テオ・ファン・ゴッホの父である。 再婚相手、ネリーバンデアグーッドとの間には、怖いなかった。ありがとうございます。